連合艦隊司令長官山本五十六は、東方が1968年に制作した日本映画。文部省選定映画。平映は、谷京主演作、空想天国。1967年8月公開の、日本の一番長い日に始まる8 1号シリーズの第二作として企画され、太平洋戦争開戦時の連合艦隊司令長官であった。 山本五十六を対米戦には反対しつつもいざ海戦となれば大胆に戦った人物として描く映画である。山本五十六役の三船敏郎以下、東方の俳優陣がそう出演し、真珠湾攻撃からガダルカナル島の戦いに至る海戦や空戦をハワイミッドウェイ大会空戦太平洋の嵐などで積み重ねた特撮技術を駆使して描写した。 つぶらや英二にとっては、これが空中戦を担当した最後の作品となったが、機銃座の窓越しに墜落する敵機を合成するなど、新たな撮影手法も試みられている。昭和14年、日本では、日独防強協定を日独位三国軍事同盟に格上げしようとする動きが強まっていた頃、新潟県、長岡の地で渡し船に妙な男が乗っていた。 そこで逆立ちしたまま対岸に着けるか先導と賭けをした、この人物こそ、海軍次官として三国同盟を阻止しようと、立ち向かっていた、山本五十六であった。独ソ不可侵条約の成立に伴い三国同盟派の平沼内閣は、総辞職した上、与内内閣が成立して、山本も、海軍次官から、連合艦隊司令長官に転じ、期間長とより、 連合艦隊を指揮する身となった。だが、与内内閣も陸軍によって、総辞職に追い込まれて、この絵内閣が成立し、三国同盟はついに締結された。山本が悩みつつも、初戦の勝利で短期に講和に導くべく日米戦の計画を立てることとなった一方、鹿児島の上空では、航空隊が連日奇妙な訓練を行っていた。昭和16年、 日本はアメリカとの海戦を決意した。未だ続いていた日米交渉をよそに日本を離れた機動部隊は密かにハワイへ向かい、ついに12月8日の海戦が発令された。連日の訓練もあって赤城以下6隻の空母から発進した攻撃隊の奇襲は成功したが、空母はハワイに停泊しておらず、山本はそのことが気にかかっていた。 初戦の勝利によって、日本中が湧き返り、自らの木とした、早期講和の考えと異なる方向に動き始めた、ことから、山本は講和の機会を得るためにも、米空母部隊を誘い出して一気に撃破すべく、連合艦隊の新たな機関となった、戦艦大和において、ミッドウェイ島を攻略する作戦を立案した。 昭和17年4月の本土発空襲もあって、ミッドウェイ攻略作戦は採用され、山本も連合艦隊主力を率いて出撃したが、ミッドウェイ海戦は空母4隻を失う敗北を喫し、描いていた早期講話の構想も挫折した形となった。昭和17年8月に始まったカダルカナル島の攻防戦は、激しさを増し、陸軍を支援すべく行った。 駆逐艦による島への物資輸送も制空権を奪われた状況では損害を増やすばかりであった。山本の命令で戦局打開を図るべく、戦艦混合と春名がガダルカナル島の飛行場を砲撃し、昇格、随格以下残存の空母部隊も、米空母部隊と激戦を繰り広げたが、損害も大きかったことを受けて、ガダルカナル攻略は中止され、連合艦隊は、 同党からの撤収を支援することとなった。昭和18年4月、連合艦隊司令部は、ラバウル基地に移り、ソロモン諸島の制空権を奪還すべく空母の、航空隊をラバウルに進出させ、異合作戦を指揮した。一定の戦果を上げたと判断して、母艦搭載機を本土に返した山本は、前線の視察に赴くが、その行動は米軍に読まれていた。 ありがとうございます。